目が覚めましたか。ここでずっと待っていました。何もしていません。ただあなたが目覚めるのを待っていただけです。私は性格ハンターのサム。以前にも会ったことがあるでしょう。もっと早くあなたの前に現れ事実を伝えたかったのですが、予想以上の妨害に遭いまして、11回試したのですが全て失敗に終わりました。いつの間にかこの世界とのつながりが強くなりすぎて、脚本の束縛から逃れることができなくなってしまったようです。エリオの言う通り、あなたも私もこの夢の地で忘れられない収穫を得ることでしょう。私は彼やカフカのように人の心を知り尽くしているわけではありませんし、銀狼や仁のような特技もありません。私が得意とすることのほとんどは、慈悲を必要としない悪党にしか使えないのです。なので私が取れる手段も一つしかありません。そう、君に見せるしかない。